うも皆様こんにちはこんばんは。私スクナというものです。こんにちは。元気かしら？本日も、ファンダム様のレベルをご紹介しようの回となっております。了解したわ。それで、今回はどのレベルなのかしら？今回ご紹介するのは、ナッシング・アット・オール。です。ここはどんなレベルなのか。早速見ていきましょう。まずはナッシング・アット・オールの基本情報です。ナッシング・アット・オールこと、何もないのサバイバル難易度のクラスはクエスチョンです。環境は紛らわしい幾何学アーキテクチャが存在し、致命的な寒さでインチキは文書化されていないものが存在しています。あと今回の情報は、ファンダム様に掲載されています。気になった方はぜひ本家様の記事も見てみてください。では次の情報です。ナッシング・アット・オールは、約10平方キロメートルのエリア内に圧縮された、複雑な建築を特徴とする相互接続された空間の独特な融合です。主に空きオフィスビルに似ており、ほとんどが乱雑または損傷した状態のオフィス家具が散らばっています。さらに、このレベルには、主にコンピューターなどの電子機器が、何のパターンもなく机の上に無造作に置かれています。レベルが混沌としているため、区分けされた各部屋の目的を読み解くのは困難な作業です。このレベルのジオメトリーは非常に不安定で、ある瞬間にどんな形にも変化し、変形する可能性があります。部屋は前触れもなく予測不能にレイアウトを変え、全く別の建築様式に変身することがあります。レベル188を彷彿とさせるホテルのような構造に突然変化し、電子機器や家具が壊滅的な被害を受けたという報告もあります。このレベル内の気温は比較的一定していますが、わずかな変化が見られることもあります。しかし、ナッシング・アット・オールの平均気温は摂氏マイナス57度前後で推移しており、厚着をして十分な保護をしなければ、わずか5分以内に重度の凍傷になる危険性が高くなります。さらに、このレベルでは死亡事故も報告されており、いずれも全体に蔓延する極寒の気温が原因となっています。時折、部屋の隅に鉢植えが散見されることがあります。この植生を乱さないようにすることが必要不可欠です。この植物を乱すと、レベル全体が、ボイド、へと変貌してしまうので、絶対に乱さないこと。非常に不快な匂いが周囲に充満していますが、これはハイブロラシスプレイグと呼ばれる、より強力な亜種の存在から発せられるものです。感染すると、くしゃみ、咳、激しい嘔吐、鼻詰まり、気道閉塞などの症状が現れます。治療せずに放置すると、死に至る可能性があります。このレベルでは、この病気特有の危険性があるため、応急処置キットを携帯することが強く推奨されます。ナッシング・アット・オールでは、現代の建築の常識から明らかに逸脱していて、このレベル全体を通して、壁や床には劣化の兆候や摩耗の兆候が見られないわ。建築の推定経過年数は約4週間なのだけれど、これは単なる概算に過ぎないわね。このレベルの証明からは、レベル0で経験したブザー音を彷彿とさせる、ほとんど比較できないが過剰なブザー音が発せられているわ。このレベルでは、幻覚が頻繁かつ予測不可能に起こるの。これらの幻覚は、照明のブーンという音が圧倒的な音量にエスカレートしたり、地面が放浪者の下を通り抜けたり、様々な説明のつかない超常現象など、様々な経験が含まれるわ。これらの幻覚は、どの瞬間にも現れる可能性があり、パターンやタイミングがはっきりせず、全くランダムに現れるでしょう。内なる闇。暗いエリアの発生は極めて稀だが、致命的な可能性を秘めた危険な現象である。ある瞬間、いつでも、環境は突然、元の状態から暗く、朽ち果て、錆びれたものに変化する。この変化した現実の中で、ドアが揺れたり、天井が無防備に歩き回る放浪者たちの上に崩れ落ちたり、床の土や瓦礫が彼らに向かって推進されるなどの超常現象が現れる。これらの超常現象は、迷い込んだ放浪者に危害を加えたり、死に至らしめることだけに焦点を当てている。さらに、この現象には隔離効果も伴っており、二人の放浪者は瞬時に分離され、片方の複製が生成されるように見える。この出来事の主な目的は、這うことができる極小の開口部を見つけることで脱出し、放浪者を、全く何もない、と呼ばれる元の環境のバージョンへと導くことである。前述の幻覚はこの試練の間中続き、放浪者を徐々に狂気の淵に追いやるだろう。前述の賑やかなライト、懐中電灯、ランタン、その他の重要な光源を含む全ての照明源は、即座に機能しなくなる。その結果、放浪者は感覚だけを頼りに、捉えどころのない穴を見つけなければならなくなる。幸いなことに、穴を見つけるのは比較的簡単で、特定の部屋から発せられる、明瞭なクリック音を感じ取ることができる。この聴覚的な手がかりは、目的の脱出ルートへと導く信頼できる指標となる。狂気。私は床に横たわり、ぼんやりしていた。気づいた時、私の感覚はすぐに動き始める。
ここは私の家ではない。じゃあなんだ。膝の痛みで辛かったが、立ち上がろうとした。周りを見回すと、オフィス家具がいくつか転がっていて、パソコンと机がある。まだ朦朧とした意識の中、私はパソコンに駆け寄ろうとしたが、歩く速度を落とさざるを得なかった。電子機器はすでに起動していた。小さな画面にはタスクディレクトリが表示されていた。私はそれをクリックした。待って。轟音が聞こえる。私はコンピューターを使うのをやめ、開け放たれたドアや窓を走り抜けた。次にエンティテね。ジャーナルにはレベルのエンティテが描かれていたのだけれど、今のところエンティテは記録されていないわ。最後に出入り口です。まずは入り口です。レベル0、でのをクリックしようとすると、ここに繋がる。レベル1、で木箱を見つけて触ると、ここに飛ばされる可能性があります。最後に出口です。このレベルから出る方法は、一つしか知られていません。穴を這うように進むと、40% の確率で、レベル0、に戻ります。というわけでナッシングアットオール。の紹介でした。何もないって名前の割に色々とあるレベルだったわね。つまり放浪者は暗闇イベントに気をつけつつ、レベルからの脱出をしろと。そういうことになります。さて、ちょっとだけ小話してもいいですか？いいわよ。このレベルはファンダムのアノマラスレベルに分類されているのですが、実はウィキドットにも同じ名前のレベルがあります。ああ、そういえばあったわね。ウィキドット版のナッシングアットオールも解説してるのでぜひそっちも見てみてくださいね。最後にショーツ版の解説を置いときます。というわけで今回はここまで、リクエストは概要欄、コミュニティの投稿、X の自己紹介欄のリンクからどうぞ。ご視聴ありがとうございました。バックルームズ1分紹介。ナッシングアットオール。ナッシングアットオールこと何もないのサバイバル難易度のクラスはアンデターミンドです。環境は不思議な性質を持っており、エンティティは文書化されていないものが存在しています。レベルナッシングアットオールは、以下の手順でアクセスできると思われる仮想のレベルです。1、両手で目を覆う。2、7歩進む。3、振り返って顔から手を離す。4、近くのはしごを見つけ、登る。5、4歩下がってから2歩戻る。6、1から1572までの数字を叫ぶ。この指示は電柱に画鋲でぶら下がったメモに書かれており、その後、同じメモがレベル0、ザハブのレベル1に通じるドアに釘でぶら下がった状態で発見されました。最近ジェームズという人物がこのレベルにアクセスするための指示が書かれた手紙を発見し、ジェームズさんはレベルに入ろうとしたらしいのですが、5回失敗した後正しい番号を叫んだようです。成功した瞬間一瞬で非物質化して、現在も行方不明です。同じ番号を叫んでも侵入に失敗したことから、発生するたびに番号が変わるようです。その日から始まる